はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダブルオークワンタを、ゴッドと入れ替えてひとまずまたここまで戻ってきました。右側行くとこっちじゃないって怒られちゃうんで、このまま多分まっすぐ進んでいけばいいと思うので、じゃあトーパンと追いかけましょう。扉が続きますね。また扉、あれ行き止まりだどういうこと道あったかな、横に。おっとっと、エビルエスがいっぱい出てきた。こいつは相変わらず単体攻撃しかないかな。切るんだお、レベルアップ。あれ道ないよねこっち、あ、ここ、これなんかみんな騙されそう。おっとっと、戦闘が起きているぞ。あれは別動隊だ。はぁ、ぐはっ、はぁ、ぐはっ、ダブル王たちか、すまねえ、こいつらに手こずっちまって。ぐおーおっと、ふん、連中はこの先へ行った。エクスプラスという宇宙船で脱出する気だ。かっ、くっ、ここは私たちに任せろ。お前らは奴らを急いでくれ。わかった、よーし、この先だなまた似たような感じだな。あ、二手に分かれている、どっちだ。じゃあこっちなんもなーい、間違えましたね。あまり SP は使いたくないんだけど、 GM ソードビットがな、15か、ビームライフルも14使うしな、まあしょうがない。結構奥長いですね、なんだかんだで、なんかすぐポンっていけんのかと思ったら、お、ここだ。とりあえず大丈夫そうだけど、ダブルがちょっと減ってるか。F91 もよし、これでいいや。突撃、あれか、エクソダスって船はすでにエンジンに火が入っている。待て、まだ追ってくるとは、本当にしつこい人たちですね。超銀河王、抹殺しなさい。ん、誰に命令している。それは貴様の役目だ。くっ、超銀河王、裏切るとでも。はっはっは、よく私を復活させてくれた。それには礼を言おう。だが、私は裏から世界を操るようなことはしない。ネバーが集めた技術と欠片があれば、全宇宙の支配も夢ではない。そう、私は超銀河王なのだ。はぁ、ぐわぁ、はっはっは、さらばだ。奴が船に乗るぞ、急げ。超銀河王、ダブルオーたちは離陸を始めたエクソダスに間一発飛び乗った飛び乗れたんだで、ユートピアどうなったの。まさかここまで来るとはな。はあ、はあ、これ以上好きにはさせない。このエクソダスには全研究データのコピーと欠片が積み込まれている。いわば研究所を兼ねた移動要塞だ。このままキューブを脱出し、各宇宙を自在に飛び回り、あらゆる兵器を使い制圧する。一人で何ができる。お前はここまでだ。君たちのように群れたがるのは力のない者の証だ。真の王は一人で世界を制圧する。私こそが宇宙の、いや、すべての宇宙をも掴む王なのだ。ふん、うわっ、くっ、そろそろエクソダスはキューブ外へ離脱する。この辺りで終わりにしよう。
はあはあ、おおか、ん、超銀河王の放った凄まじい衝撃波はエクソダスの設備をも傷つけた。これ以上船内で暴れるのはよそう。君たちの墓場は外だ。何をする気だ。超銀河王は突然ハッチを開放した。凄まじい風圧で吸い出されるヒーローたち。うわあ、しかしなんとか外壁につかまり甲板へと上がることができた。くっ、危なかった。タロー、アンク、大丈夫か。ああ、それよりヤツを、本当にしぶといな君たちは。だがこれで最後だ。よく目に焼き付けておけ、この世界の王を。決着だ、超銀河王。うわあ、うん、超銀河王がボスっぽいっすね。デビルガンダムはまだか。あ、こんなんなの超銀河王って。とりあえずどうしようかな。ツインドライブシステム SP26 も使うんだ。普通にじゃあ、まあこれでいいや。物理攻撃が効くかな。とりあえずアンクでチョープで、物理ドラゴンテイルから試してみましょう。おお、普通に当たるな。コアメダルの力を発揮した。連続行動ができるようになったマジかよー。メガマシンキャノン、ウルドラチョップ、ドラゴンウィングにしてみましょう。風が効くか。殴り飛ばそうとしてきた。クアンタはエネルギー攻撃しかないですからね。ライフルモード10か。まあ10だったらいいかな。あ、しまった、メテを使うべきだったかな。まあドラゴンウィングの方が減りが少ないんで。いてー、いてー、ヒールレインじゃ追いつかないな。お、連続行動でなくなった一応切れるんだそう考えると結構楽そうだな。今のうちにラッシュゲージを貯めましょう。ここが目だ。とりあえず物理が元に戻ったから、もう一回ヒールレイン貼っときますか。で、ちょっと角度を使ってエネルギーの攻撃を上げましょう。あ、攻撃力ものすごい高いってわけでもないし、なんか弱いな。なんかここから変身するとかあんのかな。倒したらこのままやっていけば普通に倒せそうなんだけど。間違えた、エネルギーが上がってるから、まあ GN ソードライフルはいいのか。でヒールレインで、こいつはまあカップルじゃねえ、危ね危ね、メテオで、フレームシューティングですね。これにしましょう。だって200ちょいでしょ。2回食らってもまあ生き残れますからね、連続で。うん、これラッシュ1回かけようぽい。じゃあちょっと強いやつでいくとするから、ヒーロー技トランザムコンボで F91 はちょっと回復させましょう。やっぱりあんまり調子に乗りすぎるのも良くないから。ウルトラマンはこれ、ストライクドラゴン、ウルトラマンいけ。
何光線なの？スペシウム光線くらいしか名前がわからない。おお強い。さあ、ショータイムだ。ファイナルタイム、オールドラゴン。魔法の力、見せてやるよ。俺は最後の希望だ。こいつで決める。フィー2ターン使ってもよかったな、これだったら。ダブルオークワンタ、未来を切り開く、トランザム。世界の歪み、この俺が断ち切る。未来は俺が切り開く。ああ、そうだな、もう一旦いけたな、多分。痛い。結構まだ食らってないけど。ああ、食らった。一応ディフェンスかけとくか。あー、こいつは回復と。はい、かわした。きれい。あー、3回攻撃。ただこれで決める。こっちももう一ターンラッシュ。普通にトランザムコンボですね。ガンガン行くか。あー、ヒーローのあれがない。なんで、スラップショット。こいつはストライクドラゴン。さようなら、超銀河王。弱かったな。こっからなんかあるとかないよね。超銀河王ゲットした。くっ、この程度でこの私が死ぬとでも。なんてやつだ。そうだ、味わってみるかね、君たちの仲間だった存在の力を。え、何何すんの。ソルを変換したコズミックエナジーの力だ。はぁ、ぐわ、すごいパワーだ。みんな、その声はナデシコ。お前生きてたのか。生きる、それは少し違う。それよりも私のこのコズミックエナジーを使って。お、俺の体がコズミックエナジーを吸収していく。うわー、今だ、とどめを。ああ、超銀河王、貴様のような世界の歪みは俺が断ち切る。ダブルオークワンタ、こいつの必殺技が出るんだ。トランザム。で、世界の歪み、この俺が断ち切る。未来は俺が切り開く。なぜヒーローごときに銀河の王になるべき私が。
残念無念。やった。ん？いかん、エクソダスが誘爆する。逃げるぞ。どこへ？ズゴエクソダスは爆発しながら墜落していった。ヒーローたちはかろうじて脱出することに成功した。だがそれとは別に脱出する一つの影があった。スタッ、待たせたな。待ってました、エターナル。例のものはちゃんと手に入れた？ここにあるぜ。ヒャッハー。さてこれからどうしようか。フフフ、面白くなってきたぜ。みんな大丈夫か？ああ、俺も大丈夫だ。それよりエクソダスはどこに落ちた？ヒーローたちはエクソダスの残骸をくまなく探した。何してる？欠片を探すぞ。ヒーローたちはエクソダスの残骸をくまなく探した。さっきと一緒じゃねえかよ。しかし欠片は見つからなかった。ないな。超銀河王が嘘をついていたか、何者かが先に持ち出したか。ん？どうした？欠片か？いや、これはソルスイッチだ。持ち帰ろう。また悪用されてはまずい。それになでしこを復活できるかもしれん。そうだな、とりあえずフォーゼに返してやろう。ああ、それがいい。それからアンク。なんだ？妙な装置を見つけたのだが、気になるんだったら拠点に持って帰って調べよう。それもそうだな。エクソダスを利用するとは考えたな。ああ、これでネバーの役目も終わりだ。しかし次のキューブも厄介なんだろう。うん、だが手は打ってある。マスターガンダムか、それともエターナルと手を組むか。まあ見ておいてくれたまえ。それより君の方はどうなんだ？問題ない。リブラの活動で取引は成立した。リブラの活躍か。ネバーが収集したホロスコープスイッチは全て私の手元に戻ってきた。さすがだな。あと2個、おそらく次のキューブで全て揃うはずだ。そのためにすでに有能な部下も派遣してある。うん、これなんかすっげえ普通の街並みだな。ここだ。この街はいい風が吹いている。コスモバビロニアの旗を上げるに相応しい場所だ。ふふ、メデューサちゃん。グレムリン、フェニックスが死んじゃったね。あなたもこっちの世界に来てたの？そうだよ。ふふふ、来たな、グレムリン。ワイズマン、なんだい僕に用って。グレムリン、お前に特別な任務を与える。クロスボーンヴァンガードの連中によってネバーの研究所からあるものが持ち出された。それを奪い返してほしい。詳細は追って連絡する。ふーん、よっぽど大事なものなんだ。まあ任せておいてよ。じゃあねー。ワイズマン、そんな特別な任務をグレムリンに。お前は引き続きゲートを絶望させるために働いてほしい。私はお前を一番信頼している。信じてくれ。は、ワイズマン、わかりました。一番怪しい言葉っすね。拠点に戻ったヒーローたちは今後の作戦を練っていた。マスターガンダムたちが去っていった方角にはウィンドキューブにつながる D ゲートがある。ウィンドキューブ？ああ、僕らがいたキューブだ。風の都に似ているからそう呼んでいる。これフートって読むんですかね、ちょっとわかんないですけど。なるほど、またフートが取り込まれているのか。ちょっと懐かしいな。あ、何、みんな常連なの？俺だけ知らない。とにかく奴らはそのウィンドキューブに逃げた可能性が非常に高いってわけだ。マスターガンダムとデビルガンダム、それにクロスボーンヴァンガードか。一筋縄では行きそうもない組み合わせだ。よし、至急ウィンドキューブに渡り調査を開始してくれ。わかった。向こうへ着いたらすぐにマックステーションに行き、ウルトラセブンたちと合流しよう。マックステーションだって？ああ、僕たちが拠点としていた基地だ。そいつは昔俺が所属していた防衛隊の基地だ。そうだったのか。今度ゆっくり検索してみよう。
この世界には空間だけではなく時間も超えて様々なものが取り込まれているからな。ああそうだ光、先ほど見つけたものだがこれが何かわかるか。太郎はエクソダスの残骸で発見した装置を光に見せた。初めて見る装置だな。ちょっと見せてくれ。ああこれはサウンドトランスレーターだ。なんだそれは。僕の行った世界で仲間が開発した翻訳機だ。怪獣の鳴き声も翻訳できる性能がある。すごいな、念のため常に持っておくか。それと光、これも見てくれ。フォーゼは同じく残骸から発見されたソルスイッチを光に渡した。これか、ナデシコが変換されたスイッチというのは。ナデシコ、元に戻してくれ。頼む、この通り。お前ナデシコが死んでさ、そうっすねとか言ってたじゃねえかよ。コズミックエナジーに関しては謎が多い。解析には時間がかかるかもしれん。だがやってみよう。ありがとう光、お前みたいなダチがいてほんとよかったぜ。その他にも様々なものを回収していたが、どれもすぐには用途の判別がつかなかった。他の装置や機材の解析にも少し時間がかかりそうね。よし、ではヒーローたちは先遣隊としてマスターが逃げたと思われる D ゲートからウィンドキューブへ渡り、ダブルの先導でマックステーションへ向かう。任せとけ。別動隊はひとまず待機だ。必要なタイミングで出撃してもらう。 OK。 光、私はまた隠密行動でデビルガンダムに関する情報を集めたい。いいだろう。他に何もなければ各自準備にかかってくれ。おお、アイテム追加。風の吹く街。チップを報告しましょう。お、ヒール2を習得した。やっとだよ。クリティカルアップ、ヒーローアサシン。なんか怪しい名前だな。そうか、超銀河王を倒してヒール2ってことは。順当に行ってここかみたいな。確かにヒール1じゃもう辛いんで、まあ編成とかは後で見るとして、アイテムが増えてるみたいなんで見てみましょう。購入。ああメガライフキットが売ってる。ヒットポイント600。あと新しく出たのは信号弾。敵と出やすくなる。マジか。ハイパージャマは普通っすね。あとは装備。E カーボンからか。ドラゴンクロー。エナジーバルカン。これでもあれっすね。これ買うんだったらカジノにある景品の武器の方が全然強いな。まあ倉庫にアイテムは預けちゃいますか。素材ですけど。はい、というところで、ウィズダムキューブですね。まあボスの超銀河王を倒して、次はウィンドキューブに、行くことになったので、今回はこれで終了した。また次回やっていきたいと思います。